増山忠マ堂は江戸時代末期の大名。伊勢長島藩の第八代の藩主。長島藩蔵三家九代。明治維新後に死者。天保14年2月29日、幕臣、500国で後に西丸目付を務める長井三左衛門直方の次男として生まれる。通称は、雄之助、早と大学。官位は、十五位下、備中上最初は、 嘉永5年、長島半分家で、爆心千病消臭神組の増山銀之助の家督を相続し、消臭神組に編入された。文久元年には御所院番し、慶応2年には御使番に就任し、そのまま明治維新を迎える。その後、明治2年には横須賀武行支配に編入され、静岡県安政四丁目水口屋原衛門方に起留していたことが分かっている。 同年、第七代長島藩主、増山忠治,治の着手の製法が拝着された後に、聖、治さの養子となり、忠治治が死去したために家督を継いだ。同年6月24日に、藩籍奉還で治藩寺となり、明治4年7月15日の廃藩地県で面官となる。その後は、東京に移住し、明治9年には、宮中志向、後に自重になった。 明治17年、家族霊によって死者を除釈される。明治20年4月22日に死去した。去年45。五。実父については、伊藤主義の部長、長島町史上位降、山和新城藩主、長井直方と言われてきたが、以下の点で誤りである。ありがとうございます。